ついにですね、ブルマイスターツヤクワガタ、そろそろ結果が出るということで。あ、調子ですね。どうも、皆様、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。本日連休でございまして、まあ、まったり活動してるわけなんですが、まあ、この長い休みを利用して、ついにですね、あれをやっていこうかなと思っております。あれというのは、あれですよ。ブルマイスターツヤクワガタですね。ブルマイの方はですね、調子を目指して、まあ、2年ぐらい頑張ってきたわけなんですが、1年半ぐらいかな?うん。まあ、頑張ってきたわけなんですが、そろそろ結果が出るということで、調子の子、いたんですけど、うか不全で、お亡くなりになっちゃいました。はい。そこで、その後調子がまだ出てないので、まあ、今日からですね、連休利用して、もうそろそろいいだろうと思いますので、本格的にね、見ていきたいなと思っております。はい、とりあえずね、こちら、開けるのはこちらの容器でございます。そろそろコバエルはね、いなくなってると思いたいんですけども、ね、まあ、いたらちょっと外で開けまして、で、コバエを抜いた状態で、眉玉を中に持ってくるっていう感じでやっていきたいと思います。もう、ブルマイの方はちょっと数が多いんでね、2回か3回かぐらいに分けてやっていきたいと思うんですけど、まあ、調子がですね、1頭でも2頭でも出てきてくれたらめちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。これを糧にね、また頑張れるかなと。本当はこの2年ぐらい半年 ?1 年半か。1年半ぐらいはこのブルマイスターの飼育にかけてましたので、温度も下げてですね、もうこのブルマイのためだけに、このブリードルームの温度設定したような感じです。なんとかして調子見てみたいと思っております。まあ、もう結果は出てると思うんですけど。では、勇気を持っていきましょう。今日も頑張って、行くぜ!うん。これはね、前回、全容だったの確認してるんで、こう蓋したやつですね。あ、ちゃんとこう、自分でこう修復してる前だもん。さすがにもう浮かしてるだろ。え、全容だったのに収録してる?それちょっとおかしい気もするが。さなぎです。あ、調子ですね。はい、調子です。ただこれ、戻しましょう。はい、調子わかりますでしょうか。ちょっと、マット入っちゃった。お、調子なってますね。これ絶対調子。戻します。この嘘でしょ。前回これね、開けちゃって失敗してるので、ちょっとトラウマでして、はい、塞ぎます。このように塞ぎまして、これで、うかまで行っていただきましょう。これ調子ですね。いや、ほんまにもう難しいな、ブルマイちゃんは。前回の二名前ならないようにしたいですね。ああ、お、今日マメちゃんが泣いてます。調子です。調子なのは間違いない。あとは、うか失敗しなければいい。これもこれでいけ、どう思います?これでいけると思いますかね?これでどうでしょう?はい。これでいってもらいたい。ねえ。これでなんとか。こうもうちょっとトラウマなりそう。マジでもう難しいよタイミング。
これ、前回、わ、あ、怖い。怖い。怖いるが。はい。封印、怖いる、封印。ちょびっと怖いるいましたね。封印します。これ前回ですね。同じです。前夜だったから、こう穴埋めたやつ。ですね。あ、やっぱこうやって修復するんだ。めっちゃコバエルが出てきちゃった。もう許せねえ。これも慎重にちょっと行きましょう。こうやってこう作り直すんですね。ちょっと開けた穴ぐらいだったら、こう修正が効くということでしょうか。あ、もう完全にね、全容です。はい。これは、先ほどのマットでもう一回固めまして、ウカまで行ってもらいたいと思います。やっぱ難しいな。何なんでしょうね。2月に全容だったわけですよ。まだ全容ってどういうことっていう。ああ、作り直したからか。なんかすごいなんか、あかん。これほんまあかんわ。まあ、でもとりあえず、ね、埋めときましょう。もうさすがにもう一回埋め直すってことはまずないと思うんでね。次こちら行きます。もうなんかめっちゃ難しいですね。ほんとめっちゃ難しい。めっちゃ難しいんですけど、もうそろそろ浮かしてんじゃねえなって思うんですけどね。あ、これが眉玉っぽいですね。なんだこれ。はい、すごい穴開いてる。あ、え？これはね、え、これが眉玉？これ、浮かしてる？どこに？これ前玉じゃない？前玉じゃないんでしょうね。な、おい。なんだこれは。はい。前玉じゃないんでしょうね、これね。前玉かと思ったんですけど、漢字的にはもう完全に前玉なんですけど、これ前玉じゃない。作り直したんでしょうか。まあ、多分そういうことなんでしょうけど。あれ？すげえちっちゃい。何これ？すっごいちっちゃい。これでしょうね。前玉作り直した。これ作り直したやつは、開けない方がいいかもしれないですね。やめようかな。ですね、作戦を切り替えます。どうもダメっぽいんで、まだこう前玉っていう感じだったりするんで、こうね、前玉だけ取り出して、でコバエがね、やっぱりね、言うとこう邪魔くさいですし、前玉だけ取り出して、ほんで、こう、ケースに入れておこうかなと思います。こういう感じで、こういう感じで取り出して。はい。で、自力ハッチ待つという、そういう作戦にね、ちょっと切り替えていきましょう。ムーバーやっぱ難しいんですね、こう。なんちゅうか、タイミングがすげえ測りづらい。っていうのもですね、今どんどん、自力ハッチで出てきてるんですよ。自力ハッチで出てきてて、これまたね、すごいこう、わかりづらいんでね。もう開けちゃおうと、もうさすがに8日はしてるだろうと、ほぼ浮かしてるだろうと思ってやってたんですけど、どうも違うっぽい。これでかいですね、これ。はい、これちょっと期待したいかな。かなりでかい。この状態で自力ハッチ待ちますもん。
動画の方に出そうかどうか迷ったんですけど、やっぱ出します。これ、羽化不全で、前玉の中から出てきた子です。はい。ということで、前玉開けたからといって羽化不全になるっていうことではなさそうですね。はい。うん。環境要因でしょうね。なかなか難しいなと思います。これで、長子のことを合わせて羽化不全2匹目ですね。ラストです。今日ね、この子についても、一緒ですね。眉玉を取り出しまして、で、アイスいきましょう。ちょっと水分量が多いのかもしれないですね。うん、そういう感じかもしれません。前玉どこ？これか。これだな。ここに前玉があるんでしょうね。これですね。はい。これぐらいにしといて。これ前玉でしょう。これケース入れて、自力ハッチ待ちますか。こんな感じですね。はい。一頭でも多く長子が出てきてほしいんですけど。まあ、一頭確実に長子だったんで、あの子が、なんとか普通に無事に浮かしてくれたらいいなぁと思ってますけどね。はい。まあ、これはね、わかんないですね。大きいほど羽化不全しやすいとは思うんですけどね。お疲れ様です。やっぱブルマイ難しいですね。はい、前回チェックしたのは2月でして、2月にチェックして、全容だった子が、まだ羽化まで行ってなかったりとか、そういう風になってますので、どんだけ前玉の期間長いんだって感じですけど、まあ様子修復してた子もいたんでね、その影響もまああるかなとは思いますけどね。はい、そうですね、まあどれが正解ちょっとわかんないんですけど、この状態では間違いなく羽化する子はちゃんと羽化してくると思いますので、長子のブルマイがですね、羽化しなかったのは本当に不幸な感じですかね。やっぱり何体かはですね、羽化不全起こしちゃったりしますので、そのうちの1体がたまたま長子の子だったということだと僕は思います。はい、どうでしょう。なかなか難しいんですけど、そうですね、まだご意見とかで、ね、ご感想とか、いただきたいなと思います。では今日はこれでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。